アオディーバーチャルトラベラーゼラです。30代以上の視聴者の皆さん、20年通うラーメン屋は皆さんありますか？今日はそんなお話でございます。いやー、まあ30代以上の方じゃないとこの話通じないっていうのは、まあ20年っていうね、年月がね、関わってくるんですけれども、まあまあ20代以下の方、まあ10代の方も、ぜひね、参考にしていただきたいんですけれども、まあ私、今年で43になりまして、そんな中ですね、まあマジで、20年通うラーメン屋っていうのが、まあいよいよ出てきたなっていう話を、するんですけどね。地元じゃないとそうそうね、20年レベルって通わないと思うんですよ。皆さんもありますかね、20年レベルで通うラーメン屋。もしありましたらぜひコメント欄で、ね、教えていただきたい。この何県のこのラーメン屋は私20年通ってます。その間違いないと思うんですよ。美味しくなかったらそんなに通わないじゃないですか。で、私が通う20年通うラーメン屋っていうのはですね、これ写真見せながらお話ししましょうかね。じゃあちょっと画面切り替えましょう。はい、こちらがですね、私が、20年以上本当20年以上だね、だいたい20歳ぐらいの頃からもうひっきりなしにね、月に1回以上はまあ行ってるんじゃないかなっていうような、超ヘビーローテーションしているラーメン屋でございます。つくば名物ラーメン山水と申します。3つの水と書いて山水だね。まあこの名前で検索してもらえれば Google マップとかでヒットするんで、ラーメン山水でね、茨城県つくば市のあたりをクローズアップしていただいて検索してもらえれば、場所はどこなのかっていうのはすぐわかると思います。ここマジで定期的に食べたくなる味なんですよ。本当に、で、何がそんなに美味しいのかと、名物は何なのかって、こう名物っていうか、なんだろう、毎回メニュー同じの私頼んでるんですけど、このラーメン屋に行ったらこれと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 これが美味しくってねみたいなね、トップ5がこれでみたいな、そんなようなラーメン VTuber とかいっぱいいらっしゃると思うんですけど、私はこのお店で20年間一つのメニューしか頼んでおりません。浮気したことはほぼないです。一度もないと言っても過言じゃないのかな。それ以外のメニューマジで頼んだことないんで。すごいでしょ？浮気したこと20年一途にこの同じメニューを食べ続けてるっていうのをまず、異常な状態だと思っていただいて、それぐらい、このメニュー私大好きでして、何度かね、なくなりそうな危機に陥ったようなこともあったりするんですけど、まあその度にね、復活したのかなのか、消えたことはでも一度もないかな。で、メニューとしちゃね、地味なのよ。大抵、まあこの店、券売機で、ラーメンのチケットを買うんですけど、券売機の一番、上の段の部分、特に、右上ないし左上、まあ大抵の場合左上なんですけど、券売機の左上にあるやつがそのお店の推しなわけじゃないですか。で考えると、私が頼むこのメニューっていうのは、じゃあどの辺に、券売機のどの辺にあるのかっていうと、一番下の段の方の、真ん中ぐらいに、大体いつもあるんですね、はい。でそんな店は推してないんだけど、私は激推ししてるメニューは何かと申しますとですね、まあ、醤油系、まずね、何系かっていう話からいこうか。醤油系のラーメンです。醤油系のラーメンでございまして、商品名が、大根醤油ラーメンと申します。はい。画像ずれちゃってね。よいしょ。はい、こういう感じ。大根醤油ラーメン。醤油大根ラーメン。大根醤油ラーメン。どうしたかな？大根醤油ラーメンっていう名称でございます。こういう感じのラーメン。ね。まあ、麺は細麺、中太ぐらいの、麺でございまして、縮れ系の麺ですね、はい。大盛り中盛りサービスでございます。値段は一緒で、大盛りでも中盛りでも、
頼めます。で、背脂の量と麺の硬さが選べたかな、上にかかってる背脂ね、これ一応背脂は、ノーマル、麺の硬さはいつもバリカタで頼んでおります、はい、で中盛りかな、基本は中盛り、お腹空いてるときは大盛りバリカタ、バリカタは変わんない。でまあ乗ってる具材からするとこう上から見えていく順に言うと、卵が乗っててネギが乗ってて、そのネギの下にはもやしがあって、でチャーシューが1枚乗っておりまして、海苔が2枚刺さっていて、海苔の間に挟まっているのがこれが大根でございます。大根、大根ってね、みんなあの大根醤油ラーメンって名称を聞いた時点で思い描いた大根と、今見た大根が多分違うと思うんですよ。こういう感じの大根ですね。まあなんだろうね、醤油味のタレで味付けされて短冊切り、細く1006本になってる大根、千切りになってる大根、これがね、ちょっと酸味が効いていてシャキシャキの食感で、ラーメンの合間につまんで食うともう絶品なんですね。めちゃくちゃ美味しい。お口の中がリセットされるというか、爽やかさが駆け抜けてね、この魅力に私は20年以上ハマってます。マジでこの店で20年間これしか食べたことないです。麺の様子も一応見せておきましょうか。さっき言いましたけども、中太麺みたいな感じなんですけど、こういう感じっすね、麺は。はい、こんな、太さ、縮れ具合、色の感じ、まあ、昔ながらのラーメン屋のラーメンって感じのイメージだよね、食感が、口当たりがとてもいい麺でございまして、これを、まあ、バリカタでね、まあ、バリカタって言ってもその博多の、ね、ラーメンみたいな感じのバリカタ具合とはまたちょっと違ってね、なんだろうね、まあ、言うなればアルデンテぐらいの感じですかね、まあ、ちょっと芯が残ってる、そんな感じの、具合でしたね。私バリカタ針金大好きな人間としてはもうここ非常にね、ありがたいですね。この麺の硬さが選べるということですね、はい。でまあ大盛りで頼んでいくと、私食べるの割と遅いタイプなんで、バリカタで頼んでいくと、食べ終わる頃にはまあちょうどいい柔らかさになってるというね、食感の変化も楽しみながら、お食事できるというそういう、ラーメン屋さんでございます。てな感じでして、まあ私がね、もう20年間ガチで通うラーメン屋っていうのを今日は、簡単にね、おすすめさせていただきたいといただいたんですけど、こちらさん、スーパー名物ラーメン山水さん、この大根醤油ラーメン、今みたいな感じの見た目でね、750円で今、2024年6月現在提供されております。で20年間ほぼほぼ値上げされたことはないですね、私が通い始めた頃は確かあんまり記憶にないんですが、700円前後で食べられたと思いますので、まあ、そこから20年間たったの50円程度しか値上げしていないという、で内容も、ああいう感じなのであまり変わってないんですね。チャーシューの量も1枚で変わってないし、大根のお漬物の量も変わってないし、なんならね、深夜の時間帯とか行くと、結構このお店ね、深夜の2時3時ぐらいまでやってるんですけど、そのぐらいの時間帯で、まあ、もうそろそろ看板かなぐらいのタイミングで行ったりすると、結構量がアバウトになってて量がアバウトになっててね、大根の量が 1.5 倍ぐらいになったりとか、チャーシューの量が 1.5 倍厚ぐらいになったりとかしてね、結構ブレがあって楽しいんです。それはそれで楽しいんです、お昼時に行くとね、デフォルトの量になってしまったりするんですけど、狙い目はやっぱ閉店間際とかだね。閉店間際になっていって大根品切れですってなったことは今のところないんで、まあこの動画をきっかけにバズっちゃって大根醤油ラーメン大人気になっちゃったら、それはそれでね、なくなっちゃって申し訳ないというふうに思うかもしれない、思うところもあるんですけれども、まあまあまあ、そんなにバズることはないでしょうということで。悔しかったらね、大根醤油ラーメン、品切れに なるぐらいバズらせてみーや、みたいな、挑戦状的なところでもありますけど、
いやこれ本当におすすめでございます。皆さん一度あの茨城県つくば市にお越しの際はですね、まあ、これ目当てにぜひつくば市に来ていただきたいぐらいのことを私今言ってますけども、ぜひ、ね、食べてみて、ください。ただ皆さん Google マップで本当に一度ここを調べてみてほしいんですが、アクセスめちゃくちゃ悪いです、ここは。そうだな、県外から訪れる方でしたら車がないとほぼほぼ行けないみたいな場所ですかね。公共の交通機関もちょっとどうやって行ったらいいのか私説明できないんで、そこは Google マップに任せたいというところなんですよ。バスはね、バス停かなんかは多分あったと思いますが、基本的には車で行くことを想定しているお店でございます。はい、車、バイク、なんなりで、来ていてください。はい。つくばエクスプレスのつくば駅から、行こうと思ったら、まあ結構きついかな。そこからレンタカー、もしくはレンタル自転車。レンタル自転車だったらまあ、そうね、30分ぐらいかかるかなっていう、自転車で30分ぐらいかかるかなぐらいの、まあ、距離感なんですけども、結構遠いです。つくば駅から結構遠いですね。ただ味は私が保証いたします。醤油系のラーメンで、まあ醤油系で背脂ちゃっちゃ系のラーメンが食べたいってなった時には、まあここが私だったら、私はね個人的にここが第一候補、筆頭候補に上がるお店でございます。はい、ぜひ皆さん試してみてください。来れる人はぜひ試してみてください。でここね、行列ができるお店かっていうと割とそうでもないんで、もうお昼、土日祝日のお昼時はさすがに混みますけれども、でもそんなにびっくりするほど行列はしないので、はい、そういった意味でも非常にねおすすめです。はい、他のラーメンはどんなラインナップがあるのかぶっちゃけ私は知りません。なぜならマジで20年以上このラーメンだけしか食べに行ってないので。なんで逆に教えてほしいですね、皆さん。ここよく行くよっていう方ね、タイトルで検索かけて見てくれた方ね、よく私もよく山水行くんですよっていう人で、ぜひこれも食べてみてください。いや、セラさんこれ食べないんですかっていうようなのがあったらぜひね、コメントで教えてください。そのコメントをもとに初めて私山水で浮気をするかもしれないのでね、大根醤油ラーメンよりも絶対うまいぜって自信のある方、コメントよろしくお願いいたします。はい、そのコメントが次第、改めて食べに行って、食べたら食べたでちゃんとレポートの動画、アンサー動画あげたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、以上、今日はね20年間通うラーメンのお店というのをねお伝えさせていただきました。皆さんの中にもこんな感じで10年以上、20年以上、もしくは私よりもっと年上の方だと30年以上通ってるよみたいな、そんなラーメン屋さんって皆さんの中に、ね、少なからずあると思うんですよ。なので、全国つつうらうらどこにでも行きますんで、ぜひ私に教えてください。コメントで教えてください。よろしくお願いいたします。このお店が私は20年以上通っているよっていう一つの指標として、その20年以上とさせてください。はい、若い方だったら10年以上でも全然いいんですけど、まあともかく2桁年以上通ってるよっていうお店、皆さんぜひ教えてください。よろしくお願いいたします。楽しみにしております。以上、バーチャルトラベラーセラでした。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。チャオ、またね。またいつか見てください。いつでも待ってるから、チャンネル登録と高評価をして、またいつか会いましょう。またいつか会いましょう。またねー。